空中分解速組み立てサービスの、ゆっくり霊夢です。うん、今回は何？最近新しい仕事を見つけてね。戦闘機や攻撃機が空中分解したら、即座にコックピットから飛び出し、分解した部分を瞬時に修理し、再び機体に乗り込む職に就いたよ。相変わらず人間やめてるな。条件として二人以上乗れる機体限定なんだけどね。いや十分すぎるだろ。あと修理中に攻撃されてる場合は先に敵機を撃墜してから修理を再開します。空中分解してる機体でどうやって敵機を落とすんだよ。いや、工具を投げて落とすのよ。航空戦闘黎明機かな？最も敵の速度が1300キロ以上の場合は当てるのが難しくなってくるんだけどね。マッハ1までなら工具投げて撃墜してくれるサービスしてんの？時給800円だからもう少しお賃金増やしてほしい。その対価でその仕事始める決心がついたのが驚きだよ。まあでも前やってた仕事に比べればマシか。これよりひどい仕事めっちゃ気になるけどなぜだろう。聞きたくない。てかこれ以上闇を見たくない。それでは機体の機体紹介へ。せめて機体は個体であってほしい。シュドウェスト、SO4050、バウプアー、ボープールな。なるほど、ボープールと読むのか。名前も読めない機体を紹介するのかこいつ。仕切り直して、シュド、ウェスト、SO4050 ボープール 2A、IDFAF。お名前長い。この機体はフランスのシュドウェスト社が開発した双発ジェット戦闘爆撃機だよ。それをイスラエルに輸出したやつだよ。戦闘爆撃機とのことだがスパセとは違って爆撃機よりなイメージだな。スパセは制空戦闘機として開発されて、実戦では結果として戦闘爆撃機運用されたというのに対し、こっちのボープールは元から戦闘爆撃機として開発されていたという違いがあるから、機体のデザインが異なると、私は思っています。お前個人の想像なのね。史実はさておき、この機体、なかなかにぶっ壊れスペックでして、第一世代ジェットがほとんどの 9.0 体にして、爆撃機スポーン、最高時速1100キロ、上昇速度50メートル以上、機首武装30ミリでファ4門、10G ミサイル4発持ちという、もはや優位な条件欲張りセットのようなスペックをしています。しかもプレミア機体で稼ぎも良いというおまけ付き。今でこそ、イベント機の F11 や今回の BR 調整で第二世代の超音速機とマッチするようになったものの、それでもまだ十分な優位性を持っており、それら要素がなかった2バージョン前などは、もう暴れ放題、稼ぎ放題のぶっ壊れだった印象。確かウプ主が一番撃墜数稼いでいたのがこの機体だったな。ただ見た目からしてって感じだけど、格闘戦は厳禁。この機体は爆撃機スポーンを活かした高度、速度の優位性と、優れた上昇性能を活かしたポジション維持と高度復元。これをうまく活用することが大事です。その特徴を活かす戦法といったら、フリースタイル一撃離脱。初めて聞いたわその戦法。まあ高度が命というほどでもないから、速度がある程度出ていて、周囲確認で問題なしと判断できていれば、高度復元に必死になる必要はないかと思うよ。むしろこいつは低空で最高速出してると戦闘機からしても追いつくのは容易ではないかと思われる。ミグ15とかなら振り切れそうだな。今回はそんな機体で戦っていきます。それでは戦場へ。マップはクスルククルスクな、そっかクスッス、クスクルッス、クスククク、もういいよ、ありがとう、しょぼん、マップはクルスク、弾薬ベルトは地上目標ベルト、追加オプションにはシャフリルミサイルを4発携行していくぜ。初めて聞く名前だけど、興味ないのでこのミサイルについてはスルー、ドライだな。それにしてもさすが爆撃機スポーンね、戦闘機が離陸すらしてないのに、すでに高度3000で速度は800キロを超えている、もうすでに強い、今のうちに観光化して速度を稼ぎます。相手が登る前に敵の上空でポジション取りしておきたいもんな。というかこれがうまくいくと敵の後ろについた状態で戦闘開始できるのよ。無警戒な敵を奇襲するわけか。とっても楽でいいわよ。敵さんにキレられそう。ただこの動画撮影は BR 調整が終わった後、すなわち敵にはアフターバーナー付きの超音速機、F100G などがいると思われます。それは厄介だな。逃げても追いつかれ、行動を一度失えば頭を抑えることは難しく格闘戦でも劣るという。味方と戦ってる最中のノーマークなところを攻撃するしかない。クソゲドー。さて、敵の上空に来ました。下を見下ろすと敵の黒点がポツポツ見えるね。ははは、こいつ今殺人鬼のような表情をしています。もう少し進んだら降下して相手の後ろから襲いまっせ。それでは行きますよ。速度が常に速い。スロットル絞って降下。どれを狙うんだ？まずは正面に映ったセイバーをやるわ。早速ミサイル使おうとしてるな。ミサイル4発あるのに初手からガンキルで行くはずがなかろう。私はクソエイムなんだぞ。そんな堂々と言われましても、でもお前のクソエイムはガンキルに限らねえじゃん。そう、だ、だ、ミサイルのエイムすらお前が使うとナーフされるんだぜ。だったらミサイルも温存しとこうや。いやよ、ミサイルの快楽に溺れてるのが哀れでならない。ほうれみろ、撃墜じゃい。こういう生まれに見る奇跡で餌付けされていくんだな。まあ、8割外すんだろうけど。なんでミサイルにまでクソエイムが適用されてるのよ。旋回してる奴に撃つからだよ。なるほど、そういうことだったのか。チェック。そのまま離脱しよう。旋回したてのセイバー相手なら余裕で振り切れるな。問題はミサイルが撃たれるかどうか。万が一撃たれた場合のことを考えて、太陽に向かってレッツゴーします。
GoTo トラベルで太陽へ向かうため焼け死にそう。太陽に向く前にミサイルが来ていたわけだが、そっちに向く動作がミサイルの回避にたまたま繋がったという稀な例。生きてるから OK 理論。後方確認ちゃんとしようね。いやよ、なんで素直に受け入れられねえの。さあ、そんなことよりもう一機のセイバーが来たわね。切り替えがさりげなくない。ミサイルは撃たれるし、もう一機からめっちゃ機銃装射されてるし、情報量が多すぎる。その上ミサイルは案の定太陽に GoTo トラベルしているし、でもこの状況はある意味第一世代ジェット戦闘機に対する GoTo の優位性を示せてる場面なのでは。確かに上昇&速度で勝ってないと詰められてやられちゃうもんね。なんとか一機は諦めてくれたのだが、もう一機がなかなか見しぶといな。このまま太陽に向かって逃げ続ければよっぽどのことがない限り安全なんだけど、それ以前に早く諦めてほしいと思う。諦めたら反転して殺しに行くんだろう。もちろん。まあ最悪距離を離してしまえばいいのだけどね。その場合はヘッドオンか再加速で急降下離脱だな。退屈な状況が続く中、颯爽と現れたMiG-21。あいつ、F-13 の方だろ、戦えるのか、見ていましょう。すげえ、ミサイルで撃墜してくれたぜ。実装当初から産業廃棄物だったMiG-21F-13 も、ER が下げられて使えるようになったの。超音速で 10G ミサイルに発傾向なら、ソ連版スターファイターかその介護艦くらいにはなるよな。BR-9.7 が本当に妥当よね。よかったよかった。航空機の BR-10.7 解放が、第二世代ジェットを再び盛り上げてくれそうな予感。そんな第二世代をやりに行ってます。向かってきてもいるのだけどな。しかし上にそれていったわね。一旦速度稼いで再挑戦するか。嫌です。このまま追従します。アホかな？やばいやばい、めっちゃ速度削れてる。はぁ、200キロくらい一気に速度落ちたわ。最高。もうこいつの脳の破損具合ひどすぎて意義を呈することさえ無駄だと悟った。ミサイルもなんでこの状況で撃とうと思ったか意味不明だし。そんなのミサイルを優勢に見立てて昼間に流れ星に立って自慢するためじゃない。こんな悲しい奴にはなりたくない。何よ、羨ましいのはわかるけど悲しいはないでしょ。謝って。お前みたいな奴をこんなになるまで放置してごめんなさい。まあいいってことよ。お前も早くまともになってこの悲しさに気づこうね。はい。なんでこうあるのかな。手のかかる子供みたいで可愛いでしょ。手にかけたいクソガキだよお前は。殺さないでよ。なんだかんだでスパセをずっと追尾してたわけだが、全然追いつけねえな。追いつけないわね。これはもう着狩り狙うのも視野に入れた方が良さそうね。空中スポーンだから燃料は最小にしてきたのだが、果たして持つのだろうか。バカ野郎、もうメカじゃなくて、持たせるんだよ。あら心強い。飛行場近かったので普通に持ちました。さっきの精神論的なやつ絶対いらなかった。まずは着陸中の課金日本セイバーを。この 30mm の弾幕を浴びて耐えれる者はいない。死ねやクソエイム。弾道確認してたんです。弾道確認270発も使う逸材。早くパイロット引退しようね。頑張るのでもう少し見守っててください。見守る時間もったいないから手短に。何この見守られ方、新鮮。鮮度の維持に努めている私に感謝せよ。感謝します。次こそ仕留めてみせるからな。爆撃機の皮をかぶった戦闘機キラー、その餌食となるのよ。セイバー撃墜。そのまま狙うはスーパーセイバー。超音速機も着陸でエネルギーを削っている以上逃げる余裕もなかろう。こちらは2機、スパセは単独よ。格闘戦が発生した時点でこちらの有利は確実。有利な今こそ気絶しないと。は？ああ、気絶の快楽。気持ちいい。ふう、スパセを仕留めなきゃ。ひどいものを見た。ほい、撃墜。こいつのナメプの仕方キモすぎて引いた。 G のかけ方を学んでからというものの、なかなか気絶しなかったからね。最近は気絶するためにわざわざ分回しに行ってます。気絶の快楽のキャンセルは見ても、気絶しきったのはあまり見かけなかったもんな。需要と供給。うるせえ黙れ。弾薬補給に帰る途中で無事終戦しましたとさ。燃料も尽きることなく終われたな。めでたしめでたし。結果発表だにょん。結果は3機撃墜の1位ね。ミサイル外すしガンキルのガッシュ。こんな雑魚プレイかまして3キル取れちゃうあたり、技量がなくとも戦果を上げれる初心者向けの課金ジェットと言えるな。でも格闘戦がしたいとか戦闘機かっこいいみたいな考えで WT を始めた人には少し退屈な期待な気もするわね。ただ約束できることは、こいつめっちゃ稼げますってこと。爆撃機運用も普通にできるから、戦闘機相手にうまく戦えない場合は爆弾をポンポン投げながら低ランクの VG33 とかまで進めて空戦になれるのもありかもね。そうだな。いきなりジェットを買うにしても技量と経験が追いつかないだろうからな。初心者ならば服用機スキップと SL 稼ぎくらいで使うといいかもしれない。そんなこんなで今回はこの辺で締めるとしましょう。また次回の動画もお楽しみに。アスタララ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 ラ。